バンバンザイ、みゆです。ギジです。リナです。はい、今回の企画は、はい、卵100個食べきれるまで帰れませんイエーイアホか、アホか、記憶生まれちゃうわ。ね、どれか温めよ、記憶生まれるために。そうだね、うん、大切にじゃあこの1パック育てようと思います。そうですね、はい、100個ってでもやばいよね、うんうん、今回卵100個使って、うん、まあ食べきらないといけないんですけど、はい、多分同じ料理だったら飽きると思うんですよ。確かに。だから多分この卵をいろんな調理方法で食べてやっていきたいんですけども、はい、皆さん何食べたいですか？卵焼き。あ、いいね。俺ね、ゆで卵だったら10個は食える。本当に？マジで。卵かけご飯。いいね、卵かけご飯。いいね、目玉焼きもいいね。うわー、いい。なんか卵を使って逆にお菓子とか作りたかったな。あ、エリンギ。メレンゲ。そう、メレンゲ。メレンゲ。まあでも多分お腹いっぱいになったらやばいから、うん、もう淡々と食えるものがいいね。確かに、うん、で皆さん卵最高何個食ったことありますか、人生で。1日に1日に、うん、6個入りの1パックを使ったことはある、1回の料理で。でもそれはあるか。あるよね。卵って結構多く入れたじゃん、オムライスとかだったら、うん、卵さ、1つのオムライスの薄っぺらさよりさ、3つとか使ってふわふわな方が絶対嬉しくない。あ、まあ確かにね。そうだから卵っていろいろ多く使っちゃいがち、うん、それをちょっと頑張れば100個に届くんで、うん、頑張ればね。うん、うん、じゃあそれでは早速やっていきましょう。まあとりあえず、うん、卵の10個はゆで卵に使いたくて。おー、いいね。なんか使いたいもんあります？ちなみにカルボナーラに使おうかな。オッケー。で、まあ、卵焼き。オッケー、了解。じゃあまあ作っていきましょうか。作りますか。はい、はい、それじゃあ撮ってる、これ、うん、撮ってる、映ってる。もういいや、初めての YouTube。 いや、やめてやめて、テレビに映り込むの。はい、じゃあ何作るんでしょうか。まず卵を産みます。はい、3、2、1。オチのないギャグはやめてください。はい、じゃあまず鍋ちょうだい。自分で用意してくれ。じゃあ水入れます。はい。俺本当にゆで卵極めてて、入れ方嫌じゃない？ちょっとなんか嫌だー。で絶対なんか入れたよ。え、塩の一番の味変は。いや、その手どうすんの。割れな、卵に。これ入れるのがすごい重要。割れちゃったら白身が後がブワッて出るから。え、何何それは何。はい、それでちょっと沸騰してきたら、ゆで卵をくるくるかき混ぜます。黄身が中心に来るようにするんですね。だからやめなさい、その。はい、それじゃあ次は。じゃあ次、卵焼きいきます。はい、はい、じゃあ袋。はい、じゃあ今から卵焼き作ります。はい、この家にはね、出汁がないんです。はい、今日は醤油とマヨネーズでやります。これは私妹から教わった味なんですけど、醤油をちょびちょびちょびで、マヨネーズをちょびっと。わー、すごい。そう、なんかね、見た目めっちゃ悪いの。でもね、出汁とかがないときはこうやったらね、まだ美味しいらしい。へぇー。ではね、本当にこのフライパン嫌なのね。四角のやつでしか卵焼き作れないの。え、すごいいいじゃん。まあね、ちょっとずらかすな。あー、美味しそう。ね、美味しそう。ね、オッケー、完成。イエーイ。はい、あ、美味しそう。おい、美味しそう。4個。はい、じゃあこれを何個か作っていきましょう。はい、ということで、ミューズクッキングスタート。まず、ソルトを入れていきます。ソルトさん新興風。さあ、美味しそうなパスタです。はい、カルボナーラの完成。さっき必死でクックパッドを見て調べました。ね、本当に邪魔だから、こうやってカルボナーラ作ってくんで。はい、こんなママは嫌だ。すぐに怒るお母さん。ママ、なんだよ。ちょっと待ちなさいよ、お腹すいた。あ、ちょっとホット使ってんだから。じゃあこんなママは嫌だシリーズ、もうできない、もうやめた。ベーコンがね、いい感じになったら、牛乳とコンソメとチーズを入れます。あ、いい香り。ここでパスタを入れます。どうぞ。さっき茹でたパスタを投入です。そうなんです。はい、じゃあ卵黄入れます。はい、色変わったね。カルボナーラって感じする。そうなんだ。今ここ取るね。めっちゃうまそう。これをちょっと煮ていきます。はい、じゃあ出来上がりちょっと待っててください。はい、じゃあね、早速作っていたんですけど、うん、はい、ちょっと見せていきたいと思います。はい、ルナからね。じゃあルナからね。はい、はい、どうぞ。こちら卵焼きで、みゆちゃんとルナ作です。はい、ちなみにこれ卵何個使いましたか？4、5、5だから14個使いました。すごい。味はね、だしがなかったので醤油マヨネーズということで、うん、はい、すごい。だっていつもの卵焼きとね、質量が違うよ多分、ね、続いてこれ僕が作りました。すっごいゆで卵です。生卵。これは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個、10個のゆで卵です。やば、なんかやば、匂いがすごすごいね。おお、
そしてラストですね、私がクックパッドから伝授されたカルボナーラです。うわー、はい、美味しそう。美味しそうでしょ。ちなみに何個使ったの卵。これは7個使いました。17+14。 はい、ということでこの4品で、はい、3品か、卵は31個使っています。イエーイ。まずはこれを食べていきたいと思います。はい、じゃあいただきます。しますか。はい、いい、せーので、いただきます。すごい密度がやばい。え、カルボナーラ食べていいですか。どうぞどうぞ。じゃあ僕、ゆで卵。うん、うわー、おいしそうなんだけど。うまい。これ普通の卵焼きよりマジでお腹いっぱいになる。うん、だろうね。早い。これもね、おいしいんやけど、すごい口になる。食べたら分かるやつ。あー、なるほどね。今までやったお湯の中で一番先見えなくない？まだ半分もいってないからね、パック、ね、69だよ。うん、やば、折り返し地点までまだいってない、やばいね。うん、やばい卵、この見てください、この普通の卵。え、でもめっちゃ美味しくない？うまいけど、口ふわってなる。めっちゃ分かる。分かるよ。うん、お袋が消えた。これさ、誰かさ、2人食べてさ、1人作ってきた人戻ってきての、なんかそういうの方がよくない？いいね。ね、卵かけ作っていいでいい？いいよ。みんな、はい、おいしい卵かけ作ってるよ。ありがとう。あーこ、ちょ、待ってちょっと見ちゃいけないもの見た気がするわ。みゆ、ワンマンズハウスお皿ないからね。はーい。ねえ、待って。パンパン、はい、屋台に出てくる卵かけご飯です。1個100円で売ってます。どうぞ。安っ。ありがとう。めっちゃうまそうだよ。炊きたてのご飯嬉しい。しかもさ、みめっちゃ固めのご飯めっちゃ好きなんだよね。わかる、ね、うまっ。うまい。うん、おいしい。誰から入れたの？そこから。ゆで卵。よかった、こっちに入れたかと思った。こっちじゃない、ゆで卵から出てきた。卵かけさ、食べたことない人いるやん。うん、の人の前で卵かけ美味しいよねって言ったら、めっちゃバカにされたことある。え、なんでそうやって食べるのって言って。大阪だけかと思ってた。札幌めっちゃするよ。だって親とかめっちゃ食うから、卵かけご飯になった人とかもいるもん。なんかしみ。やばいな、最近口からほんと口入れるからピューって出ちゃう。札幌はまだないでしょ、あんまり。なんか一人出たぐらいかも、去年。あ、卵かけになったんだ、うん、卵かけご飯になってない、卵になった。あ、卵になったんだ、うん、それって面白いの。何も面白くない。あ、やばい、卵かけご飯になりつつある、こいつ。やばい、おい、なるな、うん、危ない卵、うん、卵じゃない、まだなってない。完食。ね、すげえな、お前なるぞ、卵かけに。なっちゃうわ。卵焼きも嫌いになりそう。食べて、もっといいな、食べてって。食べて、男だろ。女子が食べて、自分が食べなかったらダメでしょ。いけ、いけ、いっこいけ。お、ん、な、でも、お、ん、な、でも、お、ん、な、でも、それ、それ、それ、お、ん、な、でも。あ、飲みよな。完食。うん、本当にやばい。やばい、ルナ今、あの診断書行ったらすごいことになりそう。どうなるの？教えて教えて。お腹から卵が4匹生まれる。それ面白い？なんでそんなこと。最低だよ、本当に、うわ、ゆで卵重。ゆで卵重いと思うけど、卵焼きも重いと思うやん。え、これ食べたらもう一回作ってやった方がよくない？作ってきて。行ってくるわ。行ってらっしゃい。食料調達。やばい、料理してないで踊ってるよ、あいつ。なんか言ってるよ。何？島県はいきなり。なんで無言なの？なんか喋ればいいじゃん。ねえ、ちょっと待って。みゆ？何？卵料理中止して一回。なんでよ？島県が今更こんなのを見せてきやがった。え、週3個以上の卵あかんってどういうこと？1週間に卵を3、4個食べる人、いや、食事から1日あたり 300mg のコレステロールを摂取する人は、心疾患、いや、早死に。体に良くないってことだよね。え、ガチの致死量なんだこれは、ほぼ。え、それをなんで今更渡してくるの、島県は僕に。謝る。喋れよ。やめよ。じゃあやめますか。え、でもさ、まあ、今ここ中途半端で終わらせてもさ、うん、なんか動画せめて出したいやん。いや、そうね。まあ、そうね。ってなったらもう後で。いやいやこれだけは食べよう、せめて。うん、ダメなのは分かってるけど、うん、作っちゃったものは食べましょう。はい、ちょっとね、僕たちこれ食べようと思ったんですけど、うん、島県がね、これを何も考えてきてなくて、うん、もう島県、もうね、島県に食べさせたいと思います。もう仕方ない、本気でストップです、これは、う
うん、シマケンストップ、うん、なんでこれシマケンがね謝ってますけど今調べてこなかったということで、ちょっとシマケンにね、まあこのくらいの量なら全然大丈夫なんで、シマケンに食べてもらいます。はい、てか声出す場合なのにこうやって、なんでこれで、ね、ずっとこれ今シマケンはずっとこれで謝ってるんですよ。なぜか音鳴らしてくるな。じゃあまあ食べてね後で。はい、ということで、はい、チャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。本当にすいませんでした。ごめんなさい。卵あんま食べ過ぎないように、みんなも卵、またシマケン謝ってるし。